はい、どうもこんにちは。福袋は買わないといかんです。今回はですね、今年2022年に予約開始されるのではないかと思われる、そんなフィギュアの情報をまとめてみました。まあ、とはいえですね、さすがに数が多すぎるので、今回はキューズQさんの情報だけをまとめてみました。というのもですね、キューズQさんだけでも結構な数があるんですよ。まあおそらくですが、これから紹介するフィギュアのすべてが今年に予約開始されるわけではないと思いますが、おそらくね、来年に流れるものもあるとは思うんですけれども、でもね、結構バラエティに富んだラインナップになっていますので、ちょっとね、ご紹介していこうかと思います。で、まずですね、数が多いのでタイトル別に見ていきます。今月の7日よりアニメが放送されるドールズフロントライン、通称ドルフロから GRG36、 こちらがですね、原型まで発表されています。ドルフロと言いますと、他メーカーからもね、たくさんフィギュアが出ているんですけれども、もしかしたらアズレンよりも数が多いかもしれないという、まあ今後ね、出てくるフィギュアとしてはそんな注目のタイトルなんですけれども、まあ、なかなかね、これ見た目もこの子はね、可愛いんですよ。まあこのようにね、モップを持っていて、まあ、この子はね、メイドさんなんでしょうかね。で、ドルフロは銃を擬人化した作品なんですけれども、まあ、だからなんだろう、擬人化といっても、まあ、その銃をね、手に持っているぐらいなので、砲台とかを背負ったり軍艦とかをユニット化するとか、まあそういうのじゃないんですよね。ただ可愛い美少女が銃を持っていると。なので、まあそこら辺のシンプルさが受けているような、まあそんな感じはしますかね。ちなみにこの子はね、その銃すら持ってませんけどもね。で、変わりましてこちらが WA2000。 すいません、読み方とかがね、間違っていたら下にね、補足コメントをお願いします。で、こちらも原型までの発表されているのですが、イラストでは本当にね、普通の少しね、お乳の大きい女の子なんですが、原型の方では銃を持ってます。これがその WA2000 なんでしょうかね。で、これスコープがついてるからライフルなんでしょうかね。ただ、なぜか怒っているようなのですが、なんかでもこれがいいですね。怒ってこのほっぺたがね、膨らんでる表情が、なんともおじさんキラーになってます。そしてこちらが 416MOD3。これ確かね、ファットさんからも出してましたよね。で、今回ね、キューズQさんからも出るということで、まあだからこの子は人気があるんでしょうかね。まああるんでしょうね。で、これは原型ではなくて、まだね、3D っぽいですね。まあでもね、見た感じ重装備なのはわかります。僕はね、こういうこう、ごちゃごちゃした感じのフィギュアが結構好きですね。さらにこちらが GDDSR50。 この子はですね、ファットさんとあとワンダフルワークさんからも出ておりまして、今回のキューズQさんで3体目となります、多分。で、ということなので、まあこの子が一番人気あるのかな。で、今回はこちら重装バージョンということで、あまりね、大きな画像では映せない状況になっております。まあ、はっきり言ってね、エロいです。まあ厚手に比べればね、まだまだなんですが、ドルフローはまあこちら側のまあ健全路線で行きそうですかね。まあ YouTube 的には助かります。で、これはね、まだイラストだけなんですけれども、 AKα でいいのかな。で、この子もね、でかい銃を構えていて、で、さらにその銃をしまうためのケースも背負っていると。まあドルフローはね、このパターンも多いですよね。さらにこちらもイラストのみですが、デザートイーグル。初めてね、カタカナの表記になりました。で、この子はどうやらロリッコっぽいですかね。まあいいぞ、もっとやれって感じなんですけれども、まあこの子もでもこれメイドなのかな？どうなんだろう。まあでもどの子が人気あるのかよくわからないんですけれども、これはでもね、みんな欲しくなりますよね。で、変わりまして、無課金派の僕にとっては寂しい正月イベントの FGO から、ランサーのアルトリアペンドラゴンオルタでございます。しかもね、これ、馬に乗ってのフィギュアカーです。ヒヒヒーとね、ぶったまげですね、これ。でも、確かグッスマさんも出してましたよね、馬に乗ってるやつ。でも、あれはオルタではないのか。ただね、こちらのオルタの方の馬がね、すごいことになってます。なんかまあ、まだね、これで原型なんですけれども、なんかこう、ドロッとした感じで、これだからね、またこれに色がつくと全然違う感じになるんでしょうね。いや、これは楽しみですね。ただね、ちょっとお高そうかな。でもね、スケールはこれ8分の1なんですよね。まあ、どちらにしろね、楽しみでございます。で、さらにこちらがですね、キャスターのステンドージ。で、これはイラストと原型で、造形がね、違うんですけれども、イラストだけのやつもそのままね、出るとは限りませんので、そこはご注意ください。
で、ひょうたんのようなものにまたがっている感じですね。うん、なんかこれもね、すごそう。で、手に持っているのが、これなんだろう、金棒なのかな？なんかすごいですね。うん。最近の999さんの FGO 系も、豪快なものが多くなってますよね。はい。期待しております。そしてこちらはイラストだけですが、アサシンの沖田ジェット総司さん、第一サイリンでのフィギュア化です。グスマさんから出ていたのが、あれがね、第二サイリンなので、これで第一、第二と並べられると、まあこれはね、沖田ファンにとっては夢のような共演ですね。ただね、第一サイリンの方が露出は高そう。まあぶっちゃけこれ水着ってやつですね。うん。まあなんかね、お尻が見たいですね。で、これもイラストだけですが、セイバーの巴御前。こちらが第一サイリンで、まあ、この子もね、水着ですね。僕ですね、珍しくこの時のイベントをやっているんですよ。なので、この子がね、ちょっと天然なのも知ってます。あと、このビキニじゃなくて、競泳水着っぽいのがいいですね。うん。なんかこの方がね、お腹のラインとかがわかりやすくて、まあ、個人的にはこっちの方がエロく見えます。楽しみです。そしてこちらがライザです。キューズキューさんのライザはこのセクシー衣装ですね。上は下着ですよね、これは。なかなかセクシーな、まあこれまでとは違ったライザで攻めてきたと。まあそういうことですね。で、これもまだ原型での展示ですが、やはりね、この状態でもライザの太ももが太いのがよくわかります。まあ太もも周りというか腰周りがすごいですよね。で、これもですね、そろそろデコマスが上がってきそうな感じです。非常に楽しみです。で、こちらが東方プロジェクトの白霊霊夢、高魔城伝説版、例のイケメン霊夢のやつですね。うん。まあ、本当にこれがね、めっちゃイケメンそうなんですよ。で、確かこれね、マリッサも出る予定です。多分ね、マリッサがこのバージョンだと一番イケメンなんですよ。うん。これもね、楽しみです。そしてこちらがですね、新作が待ち遠しいメイドインアビスからボルドルンドさんです。こちらはまだ原型なんですが、なんでしょう。すでにね、出ているキューズキューさんのナナチと並べるのは、なんかね、あれですね。うん。ちょっとナナチが嫌がりそうな感じですね。で、これが千の奇跡のアルティナオンライン。ちなみにこれはアリサ・ラインフォルトのフィギュア化も制作決定とのことです。ちなみにこの作品ね、僕全く知らないんですけれども、昔からあるゲームみたいですね。まあ昔といっても2013年に PS3 で発売されているそうです。なんかね、そう言われると、まあその時代に流行ったデザインなのかなと。なんかね、そんな風にも見えますかね。うん、なんかね、可愛い感じですね。で、変わりましたこちらがウルトラマンの佐山玲奈、家督隊風アイドルルック。何ですかねこれ。これはそもそも何のウルトラマンなんでしょう。でもなんかね、そそられるものがありますよね。うん、なんだろう、なんかね、なんでしょう、こう昭和の香りがするような、ちょっとね、これ僕的には気になりますね。で、変わりましてこちらがイラストだけなんですけれども、無色転生のロキシー・ミグルディア。ロキシー師匠がキューズ Q さんからもフィギュア化されるようです。いやー、人気ありますよね、師匠は。で、気になるのがこのイラストなんですけれども、これはこのままフィギュア化されると、まあそういうことなんですよね。どうなんでしょう。いやー、これはね、このイラストのままフィギュア化されることを願っております。なかなかね、このスカートを脱ぎかけのフィギュアっていうのもなかなか記憶にないですよね。そして師匠がいるならエルスもいるぞと。なんとこちらもお着替え中でございます。こちらもね、完全にこちらにおパンツを見せていますから、これはね、これ以上画像を大きくできません。すいません、YouTube 的には優しくないですね。で、あとはね、個人的にはシルフィーもお願いします。できればこのね、幼いバージョンで出してほしいですね。で、こちらがエヴァのアスカの白いプラグスーツのやつです。僕も正月にですね、プライムでエヴァの劇場版を見返したんですけれども、やっぱりね、アスカいいですね。うん。作品ではアスカが一番かっこよかったですね。で、なんとこちらはですね、ストライク・ザ・ブラッドのヒメラギ・ユキナ、バニーガールスタイルと、いやー、来ましたね。ヒメラギ・ユキナのフィギュアも、まあ、昔からね、いろいろ出ているんですけれども、これっていうのがね、なかなかないんですよね。うん。なので、ちょっとね、これは期待しましょう。そしてこちらが戦闘員派遣しますから、キサラギ・アリスのスクミズスタイル。なんと、スクミズになってフィギュア化です。っていうかね、この子アニメでスクミズのシーンってありましたっけ？まあでもね、なんか嬉しいですね。でもなんでしょう、これがフィギュア化されるということは、アニメ2期がやられるんでしょうかね。うん。アニメはね、結構シュールで面白かったんですよ。僕は車椅子に乗っていた子が好きでした。
で、こちらがイラストレーターマタロウ先生の女人、これはくのいちって読んじゃっていいのかな。ただですね、見た目はくのいちっぽくないんですけれども、なんかね、こんなグラマーなくのいちは見たことがないんですけれども、でもなんかね、こんなくのいちに襲われたいですね。まあでもやはりね、あのマタロウさんらしくて、あの丸くて太くていい感じですね。結構でもこの手のフィギュアで99さんっていうのも珍しくないですかね。うん、なんか新鮮ですね。はい、で、こんなところですかね。で、今後ね、予約開始されるもので、まだね、他にもあるよっていうのがありましたら、コメントをお願いします。まあでもね、ザザーと見てきましたけれども、魅力的なものが多いです。個人的にはやっぱり師匠のご身体が気になりますかね。あとね、無色転生は他のキャラも出してほしいと。99さんであれば、ルイジェルドさんなんかも出してくれそうな気がしております。期待してます。ではでは。